でさ、俺がちょっと言ったらそいつビビってしょんべん漏らしやがってよ。いやそんなわけねえだろ。おい。いやそれでよ。なお前、おめえうるせえんだよ。おめえのバカみたいな笑い声が店中響き渡ってんだろ。ほら、おめえやっちまうぞ。おう、やってやろうじゃねえか。表出ろ。あ、なんで。ここでやったら店の迷惑になるから表に出ろっつってんだよ。お前ほんとアホだな。なんで俺がアホなんだよ。表でやったらやったで、この店に入ってこようとするお客さんの邪魔になって結果店側に迷惑かかってんだろうが。確かにおめえの言う通りだな。じゃあどうすりゃいいんだよ。近くに公園があるから、そこでお前のことぶちのめしてやる。ぶちのめされるのてめえの方だけどな。でどこのなんていう公園だよ。このファミレスから駅に行く途中にあるふれあい公園ってとこだ。俺が前歩いてやるからはぐれないようについてこい。アホはおめえじゃねえか。なんでだ。そんなふれあい公園なんてほのぼのした名前の公園だったら子連れのファミリー層が遊んでるに決まってんだろうが。そんなとこで喧嘩なんかしたらちびっ子たちに悪影響だろうが。確かにママさんたちもビビっちゃって今後遊び場として使わなくなるかもしれないから公園はやめだな。じゃあどうするんだ。もう河川敷行くしかねえだろ。おめえ野球少年たちが俺たちの喧嘩気になっちゃって試合に集中できねえだろうが。なるべく目立たないとこでやりゃいいだろうがよ。大体こっから河川敷までどんだけ歩くと思ってんだよ。おめえほんとアホだ。なんでだこら。俺今日チャリンコだから二人乗りで河川敷まで行けんだろ。アホはおめえの方じゃねえかよ。なとこら。チャリンコの二人乗りはな、行けねえんだよ。どうしやいいんだ。おめえチャリンコで行けよ。俺バスかなんかであと2人。おめえだけ移動に金かかんじゃねえかよ。ねえそこいちいち気にしてんじゃねえぞこれ。だったら一緒にバスで行きゃいいだろうがよ。おめえバスで行ったら喧嘩終わってからまたチャリンコ取りに戻ってこなきゃいけない二度目間だろうがよ。俺家ここ近所だからいいんだよ。俺も家ここ近所だから帰りも一緒だな。よしじゃあ行くぞ。あ、なんなんだよ。なんでもねえ。気使ってんじゃねえぞ。なんかあるならはっきり言えよ。電気料金払うの忘れてただけだよ。じゃあもうちょうど俺も欲しいもんあるから途中でコンビニ寄ってその時払えばいいだろうがよ。おめえ本当は欲しいもんなんかねえのにあると見せかけてコンビニ寄ってくれてんじゃねえぞこの野郎。本当に欲しいもんあるんだよ。何が欲しいのか言ってみろよ。お水だよ。もういいわ。俺一人でコンビニ寄るからお前先行ってるわ。気使ってんじゃねえぞ。じゃあもう連絡先教えておけ。なんでおめえに教えなきゃいけねえんだよ。別々で行ったら河川敷広いから現地で会えねえかもしれねえだろ。その時ここにいるよって教えるために連絡先教えとけこの野郎。 LINE でいいのか。 LINE が一番手軽だろ。二人で QR コード出してどうすんだろ。おめえが読み込むのかと思うだろう。じゃあ俺が読み込むからお前そのままで待ってろこの野郎。てめえ俺と同じスタンプ使ってんじゃねえぞ。俺が作ったスタンプなんだよ。俺このスタンプ結構お気に入りだから早く第2弾出せこの野郎。おい今電話かかってきてたじゃねえかよ。お袋で長くなりそうだから後でかけ直すんだよ。お前お母さんからの電話だったらなんか急用かもしれねえだろうが。お母さんの方も息子が出なかったら心配するから早く出ろこの野郎。あ、もしもし。ああ、ありがとう。あ、今日で35だよ。もう切るぞ。今人待たしてんだよ。待たしたら相手に失礼だろうが。ああ待たしたな。これでようやっとおめえのことぶちのめせるわ。ああ、もっと大きな声で言ってもらえますか。誕生日おめでとう。お前が参ったっていうぐらいうまい焼肉ごちそうしてやるわ。ええー、なんか言わねえぞこの野郎。